今回は5月24日のカード追加で登場したノーマルダイオカタタスケを紹介するよ。武力5分レシピ4武力プラス2、終了時に兵力が回復する号令です。三国志大戦のコマンチョンウェイに似た性能、システム的に回復の強い英傑大戦ではより優秀かも。同じテキストのコモンチョウネは、エラッタで、木の実の号令から、コーンが可能になったけど、こっちは、緑の味方だけやから注意。まあ、今回はコーン色デッキで使うんやけどな。でも、これがふざけてるように見えて、身は強くて、相性の良い計略が存在するよ。楽しみはここまでか。それが、江戸幕末を対象にした、号令のノーマルチョウネタで、チキバックと兵力バックを合わせることで、号令を重ねたのに、もう一回攻めを継続することができる組み合わせになるよ。まあ、もちろん、ノーマルダイオカタタスケが、コーン色可能になればより強いことになったんやけど、セナさんコモンチョウエンがそうなったんやし、こっちもイラッタしてくれへんやるか。今回の追加は、ショックカードに比べてスペック高めやし、そろそろ、地球統一にイラッタも来たそうやし。槍が折れたか。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。覚悟せよ。いいぜ、かかってきな。俺は死なんぞ。この俺が欺かれた。ジ・エンドってやつ。ヨシタル様、行くぞ。撃て。丸くは収まらぬか。正しいものが破れる。楽しみはここまでか。この槍がある限り、流派発動。見ろ方、勝負はここからだろう。何度でも立ち上がってみせよう。調べん。諦めてなるものか。何人切れるかな。待て。これが現実だ、受け入れろ。迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。リベンジってやつさ、受け取ってもらおう。静まれ。前期解放。ものが破れか。丸くは収まらぬか。消える。消える。ジ・エンドってやつか。撃て。槍が折れたか。流派発動。一の方、
CN。 覚悟せよ。この俺が欺かれたらと。ヨシテル様、再起前提やから、あわよくば最後にリュウハにを打てへんかと思って、少しゲージを稼ぎに行くよ。お楽しみはここまでか。勝負はここからだろ。前期これが現実だ、受け入れろ。沈まれ、見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。覚悟せよ。迅速こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。時代は動いている、取り残されるな。俺は死なんぞ。お楽しみはここまで。流派発動。三の方、勝利を決してみせようぞ。正しいものが破れるか。リベンジってやつは受け取ってもらおう。覚悟せよ、覚悟せよ。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。お前やるな。この俺が欺かれたか。ヨシテル様、我が戦が不服か。逆転劇は動画映えするよね。今回は2試合やるよ。2試合目も面白い試合になったと思う。この槍がある限り、勝負はここからだ。行くぜ。覚悟の邪魔だ。よけ。行くぜ。何人切れるかな。
行く。静まれ。静まれ。まだまだ。これが現実だ。受け入れろ。戦に勝ちたくば、この名を取らに続け。覚悟せよ。やめろ。いいけ。覚悟せよ。覚悟せよ。いいけ。覚悟せよ。この俺が欺かれただと。ゲロゲロゲロ。正しいものが破れるか。流派発動。一の型。丸くは収まらぬか。槍が折れたか。ジ・エンドってやつか。流派発動。三の型。何度でも立ち上がってみせよう。諦めてなるものか。取り調べん。その槍がある限り勝負はここから。まだまだ。これが現実だ。受け入れろ。静まれ。戦に勝ちたくば、この名を取らに続け。いいけ。覚悟せよ。圧倒的、圧倒的、圧倒的よ。静まれ。時代は動いている。取り残されるな。お楽しみはここまで。静まれ。戦機解放。エンドってやつか。流派発動。三の型。まだまだ。正しいものが破れるか。この俺が欺かれた。まだまだ。槍が折れたか。僕は収まらぬか。戦機解放。何人切れるかな。切られたい奴から前に出ろ。諦めてなるものか。何度でも立ち上がってみせよう。あるかけ。やめろ。取り調べん。まだまだ。覚悟せ。まだ。行くぞ。覚悟せ。ゲロゲロゲロ。これが現実だ。受け入れろ。
静まれ。行くぞ。覚悟せよ。アッキー戦、粉々に散るがよい。お楽しみはここまでか。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。流派発動。見ろ方、時代は動いている。取り残されるな。やめろ。覚悟せよ。俺を超えるか。流派発動。見ろ方、正しいものが破れる。勝利を決してみせようぞ。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。リベンジってやつさ、受け取ってもらおう。覚悟せよ。覚悟せよ。やられた。覚悟せよ。何を言ってるかな。この俺が欺かれた。ゲロゲロゲロ。ご視聴ありがとうございました。今回は構築、試合内容ともに面白くなったと思うよ。